これにて霊石の戦はなくなろう。言い訳のない女よ、なぜ逃げぬ。添い遂げてこそ妻の本分。ならばもうよい、あとは好きにせえ。ラスケ、わしの亡骸は決して渡すでない。王者が友を求めておるようだ。
今度は光秀殿と戦と聞きました。どうして人は。先日藤吉郎殿が光り輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですがこの石を見ると胸騒ぎがして、望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて。争いは終わらない。人が人たる限りはそれが世の断りなのでしょう。しかしあなたの身には人の業さえ超える力が秘められているはず。夫長政の死により愛を失った私に、強く生きようと命じた兄と姉、その二人も今や炎の中に倒れた。これ以上の悲しみ、破滅へと私を誘うやもしれません。どうかご無事で。